それでは、レザリング塗装を行っていきます。まずは錆色を入れていきます。クレオスのウェザリングカラーを使用します。チッピングで下地が露出した箇所や、錆びそうな箇所に錆色をのせていきます。予備リタイヤや牽引ワイヤーなどにも行います。後頭周りにも行っていきます。ウェザリングカラーが半乾きになった頃合いを見計らって調整を行っていきます。溶剤を含ませた筆で塗装したウェザリングカラー周辺をなじませていきます。必要に応じて重力方向に伸ばしたりします。今の車両は運用期間が長いので、割と錆は出ていたりしますね。これで、錆塗装は終了です。次回へ続く。